東日本旅客鉄道、東日本旅客鉄道森岡支社、森岡支社外環東日本旅客鉄道森岡支社は、岩手県森岡市にある、東日本旅客鉄道の地域支社。東北地方の内岩手県全域、青森県東部、宮城県気仙沼地域を中心に管轄するほか、花輪線については、秋田県内も含めた、ほぼ全区間を管轄する。 2021年3月31日時点で合計 724.3km の在来線 316.3km の新幹線174の駅を管轄している。新幹線については2019年4月1日より発足した新幹線統括本部へ列車運行、線路設備管理業務を順次移管しているが、 現在も元々の管轄区間が営業エリアとして位置付けられている。支社協会が城内信号機などと一致する場合は、街頭停車場を境界駅として扱うが、支社協会が閉塞区間上にある場合には、境界線の内側の停車場を記載している。なお、がついた路線は、全線が管理区間内に入っている路線である。上記に北上線のほぼ全線。 第3セクターに移管されて営業を続けている岩手銀河鉄道線、青い森鉄道線、三陸鉄道リアス線、廃止された岩泉線を加えると旧森岡鉄道管理局の管轄とほぼ一致する。なお、大宇本線の青森県内区間は秋田鉄道管理局管内であった。すべての店舗が VTS 一貫。 森岡支社では JR 東日本のお問い合わせセンターを設置しており、駅、電話での列車案内、運行状況、忘れ物等の問い合わせに対応している。森岡支社ビル内に設置され運転指令業務を行う。森岡旅客指令、森岡施設指令、森岡電力指令、森岡信号通信指令が併設されている。TC センターは岡輸送指令の参加にあり、 通常時は各センターにて運行管理を行うが、異常時などの場合は、森岡輸送指令が指揮する。運転取扱い駅あたりどころではなく、駅側で管理している駅。純運転取扱い駅通常は当初の管理下だが、列車の入りデクや列車、貨物の入れ替えなどの場合は駅側で制御する駅。合理化のため在来線自動改札機の導入を進めている。また、 スイカエリアの拡大に伴い、2014年4月1日より、一ノ関駅及び平泉駅が仙台エリアとして、スイカが利用できるようになった。これに伴い従来改札機設置がなかった、一ノ関駅東口及び平泉駅に、簡易スイカ改札機が設置されている。新幹線停車駅では全駅に、 自動改札機が設置されており、2008年3月15日より、モバイルスイカによるチケットレスサービスが実施されている。同日以降に開業した7個と和田駅、新青森駅においては、開業日より同サービスが共用開始となっている。一関駅、北上駅、森岡駅、新青森駅の乗り換え改札口には、 モバイルスイカ利用客が在来線に乗り換える際に必要となる切符を発売する簡易型券売機が設置されていたが2018年にすべて撤去された。子供をターゲットにした新幹線のキャラクター。東北新幹線はやって1周年記念時に JR 東日本企画盛岡支店の温度で登場。登場直後、テレビ東京系列の TV チャンピオンに出演した。 森岡支社館内では、それなりに人気があり、実際、トレインジャーに会いに行くために家族、親子で列車に乗る乗客もいる。創立時は、早手港、マックスユーさん、小町美里の3人構成であったが、間もなく、ニューヤが登場。その後、小町美里のいとこの小町真子と、山彦太郎の父親の山彦はじめも参加。2014年現在では、小町 2010年6月に登場のハヤブサ賞、ハヤテ号の3名をメインメンバーとしてアトラクションショーなどのイベントを行っている。イベントは主に森岡市社館内で行われるが、イベント列車での状況に合わせて首都圏のイベントに出演することもある。着ぐるみは少なくとも初期型と後期型が存在し、ボディラインの色、ベルト、ブーツのデザインが異なる。 また初期メンバーの3人は当初銃や剣を所持しているのをポスターで見ることができる。早手のみ実際にアトラクション時に対頭していたこともある。なお、他にイラストのみのキャラクターとして在来線列車をモチーフとしたキラミッチー・ウミッチー、グルサンタ・ジョイケン、マルコ・ポーロ、アスナロ兄弟、シモ・キタ・アンド・リョウヒ、ツガルン、スタン本線・ホンセン。 安全運行の師匠をモチーフとした悪役キャラの、煙状、ふぶきー、なまず男、台風将軍、キセルスキー、オキラレーン、シャダーン、岩石キーも存在しており、2015年には公式サイト上のイラストの絵柄も、初期のコミカルなタッチからリアルなタッチにリニューアルされている。ありがとうございます。